ネムリウスリカは、ハエモク、ユスリカ科に属する昆虫である。アフリカの半乾燥地帯に生息する。ネムリウスリカの幼虫は、この地域に点在する岩盤のくぼみにできた水たまりを、生活の場としている。幼虫は、水たまりの底に蓄積されたデトリタスを綴って、スカンを形成するとともに、餌としても利用している。降雨量の少ない、この地域では、 水たまりは常に乾燥の危険にさらされており、これが干上がると、スカン内の幼虫も完全に乾燥してしまう。このような時、他のゆすりカなどは乾燥に耐えきれず死んでしまうが、眠りゆすりカの幼虫は次の降雨まで乾燥した状態で生存し続ける。そして次の雨が降ると、吸水し短時間のうちに蘇生する。 このような完全に乾いても死に至ることなく復活できる性質をクリプトビオシスと言い,い、これこそがこの昆虫の最大の特徴である。一旦乾燥してクリプトビオシス状態になった幼虫は再吸水しない限り眠り続ける。幼虫は孵化直後を除けばどのステージでもクリプトビオシスに入る能力を有する。乾燥と蘇生は何回でも繰り返すことが可能である。 それ以外のステージでは乾燥体制を持たない。また、現在分かっている範囲ではこの性質を持つ昆虫類は唯一眠りゆすり化だけである。クリプトビオシス時には眠りゆすり化幼虫の乾燥重量の約20%がトレハロースで占められる。乾燥過程において幼虫体内で合成されたトレハロースは適合溶質として水と置換され細胞膜や タンパク質の構造を保持する役割を果たしている。またトレファロースは高濃度になるとガラス化しやすい性質を持ち、眠りゆすりかの体内でもガラス化することによって生体成分の運動性を低下させてその変性を防止している。2014年2月に国際宇宙ステーションで日露共同の眠りゆすりかの幼虫の蘇生実験が行われ、 微小重力下でも幼虫は吸水後に活発に動き出し、2週間後には、サナギと浮かした成虫を観察することに成功した。成虫の期間は、個体差はあるが1から3日である、前述のクリプトビオシスの性質を利用し、眠り薄利化の幼虫を常温乾燥状態で、長期保存が可能かつ、品質の低下が少ない養殖魚や干渉魚の、 活餌としての利用ができないかが研究されている。若田空飛行士の活動状況。宇宙航空研究開発機構。h t org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 2 2 7 0 7 1 4 0 5 h t t p i s j a x a j p i s j a k s a exp 若田ニュース。 14220HTML2014 年2月23日、閲覧眠り薄り化を使った宇宙での微小重力、影響実験から微小重力化で、乾燥幼虫が蘇生マイナス。農業生物資源研究所。 http://www.nar.affrc.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーカイブスラッシュニアススラッシュプレススラッシュ2014スラッシュ20140415スラッシュ2014年4月26日閲覧。奥田隆史、眠り薄利化の極限的な感想体制とトレハロース、熱測定第33巻第1号。 日本熱測定学会2006年20から26ページ2017年9月3日閲覧ありがとうございます。